皆さんこんにちは。ここは熊野の家の裏を流れる大俣川様です。とっても美しくて美味しいお水なので私たちは大俣川様と呼んでいます。移住する大きなきっかけとなった美しい清流です。そしてこれは家の裏の栗の木です。小さい木も最近花をつけて頑張って生きています。こちらは買い物に行くときに眺める大俣川様です。町までは20分強かかります。ここは七里見浜です。右に見えるのは世界遺産の獅子岩、左の部分が顔の部分になってて、胴体みたいなところがこの緑色のところですね。いつも買い物の時にここを通っています。顔の部分は結構勇ましい顔をしています。そしてここは世界遺産花の岩屋神社さんです。伊勢神宮に祀られている天照大神のお母様のイザナミが祀られています。ご神体はこの大きな岩です。初めて見たときは本当に感動して泣いてしまいました。そして私たちの愛車 D-BASE のフェイスチェンジをしました。大好きな農業屋さんにいます。今日は念願の一輪車をゲットしました。他にもいろいろと買い出しをして家に戻ります。帰り道も大俣川様が流れています。また随時更新しますので、ぜひチャンネル登録といいね、コメントなどもお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。